玉浦、玉浦っていうのは、いや、だ先、あ、そうなんですか。おお、この辺りなんか九十九島ってこういうやつのことかな。なんか小さい島が、岩がそれぞれなんか上に草を生やかして間を、あの水が流れてますね。そのとこでどこもが、あえまた分かったなとか、自分の言動まで全部入ってますからね、このビデオは。だから将来数百年後にこのビデオが見られて、 X1 とかカセットテープとか何のことだとか言われるんじゃないかな。だったら面白いな。またか、いくらなんでも短いな。もうちょっと、おー、滝だ、滝ある、滝ある。こんにちは。滝だ滝だ。よいしょ。高いもん持っとくか。どうせ切り離してるんだし。18か、まだ結構あるな。最後登りがあるんですよね。滝、これどっから見れるのか。ちょっと今自転車降りて遊歩道を下っててますが、どっから見たいんだこれ。近づけないな。この辺り広くと思うんですけどね。おー、滝の名前は書いてないかな。ないかも。白布の滝。あ、ガイバッテリー切れてる。よ、お、割と取れた。もうちょっと引いてから取ったらいいかな。ちょっと今写真撮ってます。あ、落ちた。今のログアウトはなんだ。もしかして、ボタファイ電池切れこのタイミングで。いや、繋がってる。あれ、
と18キロ。時間は16時間。18キロ。意外と夕方6時間に合うかどうかだな。100、130、80、90、35、69。ああ、ダメかな。姿勢じゃなくて、電波っぽいですね。声は言ってるかな、これで。で、番組コメント進みますと。ダウン。よいしょ。やった。まだもうちょいあるんじゃなかったっけ。まだもう少しあるはずなんだけどな。もしブツブツエリア的にはもうちょいあるはずなんですよ。まだエリア出てないはず。規制でもないか。で、さっきあと18キロって言われたんですけど、宿に18時にどうか着くかどうかになっちゃいますね。一応到着予定時刻は18時にしといたから、まあ大丈夫だと思うけど。延長。一応確認しますかね。やった。確信。よかった。今はどこの話だろう。今日からライダーハウスじゃないことではなくてかな。うお、寒い。やっぱウィンドブレーカーいるな。もう、あ、今ここ。じゃあウィンドブレーカー気がてら延長。いや、延長は多分問題なくできると思うんですよね。ウィンドブレーカーを。いや、動いてます、動いてます。で、今ここを、あ、そこ、今切れたから当たり前か。停止開始。野宿、この寒さだと、そうですね。ついでに、バッテリーも変えるか。バッテリーは、こっちか。溶けたみたいですね。バッテリー交換。
こ行った。これだ。こっちか。しかし1日に3つ使ってしまうな。2つじゃ足りないようじゃ2日間すら持たない。今のうちにやりますって言っても自動延長は正直の10回線の方が寒いからまた来年ってことで、あとは明日下ってからまた、あ、延長できたか。こうして締め、閉めて、あれ、あ、って文字が書いてあるところですね。バッテリー交換しました。声は言ってそうな。あ、ダメだ。声。は言ってそうな転送速度なんですが、声は言ってそうな転送速度なんですが、どうですかね。スタートボタンじゃないよな、また。あ、声聞こえます。声は OK。 あ、じゃあ映像が来てないんですね。声は聞こえます。じゃあ実況しかないですね。今ウィンドブレーカー羽織りました。いい加減寒くなってきました。今ここが今来てるんですよね。うわ、ちょっと5分くらい半端のままだよ。やっぱまた再起動したら改善するかもしれないけど、切れないですね。で、この後十和田湖畔に一旦出て、そこから宿までは少し登ってから下ることになるみたいです。バイパスと湖畔、古い道があって、車もうそろそろ暗くなってきてるかな。 YouTube でありがとうございます。体がそうですね。もう晴れないかな今日は。赤が車に。ここから先は本当にフォーマーエリア外のはずです。延長時間的には、わ、タイミング悪いな。多分17時までもうあとは真っ暗だと思うので、ユスナにお願いします。ヨシナに願いますか。こんにちは。ライトつけ始めてるな。
今からつけるともしかしたら夜に影響あるかもしれない。でもつけとくか。ちょっと買いバッテリーはあるし。木の橋だ。いい道はどこまで見えてるんでしょうか。電波回復、どうだろう。湖畔に着く頃には次はこの延長した枠は終わってるだろうと思うので、まあでも湖畔出たら一旦再開しますかね。再開しようと思います。湖畔まで10キロぐらいかな。だから多分5時半とかかな。5時半までかからんか。路線バス、雲井、うわ、雲井の滝っていうとこ来ました。うわー、おー、でかっ。音声で雲井の滝っていうのがでかいですね。お犬様？この時立派ですね。取れたかな？取れたよな。この滝。音声で雲井の滝はいかにも滝って滝ですね。高低差かなりありますよ。30メートル、いや30メートルとかないかな。10メートル20メートルぐらい、20あるかどうかぐらいに見えます。前も閉めないと寒いな。白布の滝。白布。ん？白布？あれ？いや、白布じゃなくて雲、雲井だっけ？雲井の滝とかなんかそんなんでしたよ。よし。静止画の。雲井の滝通過。やった。でもってなんか微妙に一部下ったりしてますね、道が。うん、滝がその度に飛ばなきゃいかんのか。 あそこにもあった。東海、静岡とかの方ですかね。うん、この先もう完全にないみたいです。まだまだ。おー、あれどっから出てんだ。上がよく見えない。白布の滝、こっちですね。白布の滝、白布の滝かな、白布のかな。の前に来ました。ちょっと木で隠れて上どこから流れてきてるのかよく見えないです。よーっと。滝の周りがなんか岩肌が綺麗に出てて、なんだよ、苔とか生えないんですかね。よっ。
あと6キロ、7キロぐらいかな、湖畔までは。ああ、引っ込まない。本当のありがとうございます。謎はないけど、今のあの川挟んで反対側にありました白布の滝は、雲井の滝はこっち側、道路の右側を川が流れてます。うん、道路から見えますね。で、なんか獅子舞の口、獅子舞が口開けたみたいな岩があります。完全オーバーハグになってる。映った、本当ですか。よっ、何が映ったんだろう。うん、読めました。こう、あ、ラグがあると雲井の滝の絵映りました。雲井の滝 3、4分ぐらいずれてるのかな。5分までいかないかな。最大え、まあ、ああ、いい、ああ、この辺りでもタイムシフトで 見てもあんまり多分意味ないですよね。映像入ってないだろうから。この辺りはイベントタグは無理して、していただかなくても大丈夫だと思います。すいません。という音声がいつ流れるのかな。イベントしても、そうそう、同期した。うん、トマトもいい加減手前、前からじゃないですか。あ、いや、声がいかなくなったってことか。岩管の滝、これは小さいな。今流れました。流れました。ん？あ、 YouTube にはないです。私が YouTube にイベントを登録するときに役に立つぐらいで、あ、そういう点は確かに役に立つ、助かるんですけどね。もう役に立つのも私一人だから、なんか申し訳ない。レンズ暗くなってくると HDR 合成に時間かかりすぎる。先に引っ込ませてくれりゃいいのに。これこの辺り新しい RX100 で改善されてるんだったらクラッとくるな。あ、映像がもう少し行ったら電波ないとこかな。完全にフォーマ圏外。このありがとうございます。気をつけます。おお、すまねえ。やった。渡らせじゃないよ、奥入瀬渓流っていうのは渓流だけじゃなくて岩肌とかこういうのも景観としてあるんですね。バス何分前だろう。薄い、
電波もここからなくなるはずです。少しこのエリア内のくせにひどいな。か、規制なのかな。もうこの辺りからだったと思うんで、岩の津埋め込めで、那覇、どこ行ってんの今。もうすぐエリア外になるはずです。30分後くらいに湖畔から再開できるかなと思います。30分かかるかな。うん、そうですね。いや、ありがとうございます。お疲れ様です。ダメですね。うん、ありがとうございます。その追い出せちゃ配信できなかったっていうコメントもありましたからね。やっぱりここはまだか。うん、クソです。でした。うん、音声が後ほど多分30分かかんないと思うんですよ。ふぅ、湖畔に出てからがアップダウンかな。よっと、よっと、一人旅は全然ないな。お疲れ様です。おいらせは暗いんでちょっと残念ですね。でも写真は結構撮ってきた。終わり、もうちょっと後で。ああ、開けるとまだ明るい。です。
うん、声に、あ、声言ってんのか、やっぱりまだ。お疲れ様です。もうエリア的には完全にない、なんでないとこだと思うのに。確かちょうどこの道の地図で見て一区切り見えるこの道の半分ぐらいが電波なかったはず、エリア外だったはず。避けるのも遅れたな今の。バスはゆっくり走ってるってことは、あの辺りに目玉が。座ってる側によって全然違うよな。まあ特にさっき見たと変わりませんね。なんちゃらの先ではないのかな。聞こえる、あ、来てますか。もう完全にエリア外のはず、地図上は。遅れて吐息。湖畔に着いたらまた電波あると思うんですけど、ね、じゃあ延長できるかな。まあ期待せずに。アップダウン多いな。アップだけなら私もこの目にダウンがあるのが、これだと延長できちゃいますね。後半まで持つかな。ほぼ川物の位置まで降りてきた。はは。よっと。おお、ここにも滝っぽいのがある。けど何も書いてないな。こういうタイプの滝が本当に多いんですね。やった。
まあそこそこ。あ、書いてあった。総白髪の滝っていう風に読むと、なんか年取ってみたいな感じに聞こえるけど、双子の蓋に白髪の滝。イベントは。来るたびの一個は多分見りゃ一発でわかるからな。仮に見かけたものか手を挙げてすれ違いそうな気がする。前ツイッターでディレクターの人と一回だけやり取りしたことあるけど、走ってる人かどうか知らないしな。確かこの度は自転車重たいぐらいで連なって走ってたはず。言うほどあちら側通ってんだ。あと湖畔まで 1.5 キロぐらい。やった。かなあれは。とりあえずここから押さえで1枚。あ、下に道あるな。ふう。みんな駐車してんのか、ここで。おお。これは長いのか。
延長できるかな。配信開始ボタンを押せる。延長自動で働くか。無理かな。結構しぶき来るな。じゃあ長スローシャッターでやってみるか。 0.6 秒なのかな。
ばいやばい、飛んできますな。あ、GoPro のレンズ水ついたかな。まあ変に吹かない方がいいか。お茶減らないな。コンビニで1リットル茶入れてからこんだけしか飲んでない。まあ昼ご飯の時に野菜ジュース飲んだか。あと 1.5 キロぐらいか。五稜の滝、動画。少しこう遊歩道が長い割にトイレがないな。もう少しで十和田湖5時か。開けてきた。
向こうに明るいところが見える。お、水門があるのか、ここ。おあれ、よし、あー、スローシャットの方だった。さっきの睡眠取れてないな。しまった、切り替え忘れてた。乙女の像まで11キロか。電波つながるかな。よく見えないけど写真撮っとく。特別名称天然記念物十和田湖及び奥入瀬渓流の写真をよっと、ここも横断歩道が信号機が機能してない。これはフリーダムなのかな。よいしょ。おお、また随分違うな。そこに水草が生えて流れがすごく遅い。ここはって書いてあるのかな。あれは3本経ってるけど、データ通信できるかどうかは別ですね。電波いいな。ん？あれ？
あれまだ続いてる？枠が取れたよ。あれ？あれ？繋がってた。まだ生きてたんですね。この枠はもう切れたもんだと思ってました。あ。湖畔に着きました。延長できてたんですね。できてないもんだと思ってゆっくり、銚子大滝っていうのを見てきましたよ。ありゃー。で、ここが奥入瀬渓流の入り口です。今そこに右側に道があって、そっちから登ってきました。今ここは？じゃあ今出しますね。ちょっと待ってください。これが奥入瀬渓流の源流というか、まあ、一番てっぺんです。泳がないの。で、そこら辺ですね、ちょっと見づらいんですけど、水草が生えてますね。あそこから流れが速くなっているから、この辺りは流れが遅くて、水草とか、はい、一人で。失礼しました。じゃあ、今ここ出しますか。で、銚子大滝でかいですね。あと、勢いすごかったです。魚はここから見えないですね。イエス入り口。で、十和田湖はまだちゃんと見てないです。じゃあ、ちゃんと見るかな。土産物、あれ、なんか根の口駅って書いてあるんですよ。根の口ってのがこの奥入瀬川の、奥入瀬川のてっぺんらしいんですけどね。今、左手の方に十和田湖があるんですけど、ちょっとまだ見てないです。清流、ここら辺り見ると、ちょっと水底に苔が生えてて、そんな綺麗に見えないんですけどね。あ、公衆トイレあった。これ、後で借りよう。で、あそこがいいか、橋の上より。ああ、ギリギリ夕暮れの赤色が見えてますね。人が、あそこに一人人がいます。レンタサイクル遊覧船乗り場。でかいな。おお。この夕暮れ、悲しいくらい綺麗やけど、それか。象は確か11キロ、どっちだ？南の方かな。私が今日泊まるのはあの辺りじゃないのかな。おー。あそこ釣りしてる人がいる。あそこの相談に行こうと思ったんだけど、ちょっとじゃあ海上げ小さくして見に行きますね。だいぶ遠いですね。ちょっと今聞こえないぐらい海上げ小さくして、突端の方に行きます。日があるうちに。あれ、あの人関係者か。あの先っちょまで、おお、自転車で行こうと思ったんですけどね。まあいいか。ほんのちょっとだけ夕焼けの色が見えてますね。よっと。まだ明るいじゃないか。まだそこそこ明るいですね。センチメンタル。よっと。十和田湖は来月がトップシーズンですね。トップ、紅葉ですよね。10月。ロボさんも関係者だお。関係者。関係者を語っており。いいですね。風がそんなにないから、まあまあ映ってますね。少し向こうから先は、あれ、風があるのかな。ああ、向こうの方は晴れてるのに。明日の朝来たいですかね、これは。いやー、センチメンタル。うん。でもいいですよね。ごめん、こっち側を見てみよう。現地に来るがいい。来るがよい。乙女の像は向こうの方らしいです。多分私が今日泊まる宿よりさらに向こう側だと思います。明日も9時ぐらい配信開始。9時ぐらいになると思いますね。多分宿は近いの？宿はこっから何キロだっけ。10キロくらいあるかも。多分あそこに私からは肉眼で建物がいくつかと明かりが見えてるんですけど、あそこじゃないかと思いますね。まだ結構ありますね。こっからアップダウンがあるんですよ。バイパスと、よっと。あと、弓道があって、弓道の方で行こうかなと思ってたんですけど、このクラスだったら別に弓道でもバイパスでも大して変わらんかな。ここから電ピア、電ピアエリアのはずです。よっと。
あ、間違えた。キャンプ場ならない。キャンプ場もあるのかな。せーの、よっ。ああ、ゆっくりカメラ動かしてください。もう注文多いな。よっと。え、カルデラなんですかこれ。よーっと、よし。恐竜？おー、魚。お、取れた取れた。魚いると思いますよ、だって釣りしてる人いるから。トッキー何？トワダコだったらトシーですよね。よっと。うん、これ外輪山なんですか。マシオコみたいなもん。4キロ、あ、宿までですか。あちらへんに泊まります。あっちの方に。さて宿までの距離測ってみるか。穏やかですね。でも 2,3 年前に行った、田沢湖の方がもっとすごかったな。夕焼けはあの時天気良かったから。そんで自転車にフロートを装着。フロート、確か小学校の右下あたりだったから。寒いですか。寒い、いや、まだ全然寒くないです。あれ確かこのあたりじゃなかったっけ。あ、ここだ。ぼーっと眺めたい景色。ですね、ここまではあと9キロ近くあるな。バイパスで9キロ近くか。この暗さじゃ旧道通っていくメリットないかな。雨雲は大丈夫だと思います。一応雨かしら、雨かしら。この風景を見てみよう。あ、意外と雨雲ありますね。すぐ近くにはないけど、八甲田山の方とか 雨雲が通ってる。千夜線沿いに行く予定は。 JR 線ですか。JR 線はどこだっけ。あ、大宇本線ですかね。黒石の方に抜けるので、黒石弘前で北上して、五所川原とかかな。幻想、五所川原ってどの辺だっけ。あ、これか。うん、明日からは黒石弘前五所川原あたり。泳ぎませんね。あ、湖底が見える。いや、津軽は行かないです。津軽は去年行きました。暗くなってきたけど湖底は見えますね。だいぶしませんね。魚、魚影とか全然見えないです。じゃあバイパスの方でショートカットしていくかな、宿まで。水きれい。お、ダメ。じゃあちょっとトイレ借りて、あと温かいものがあれば自販機でちょっと一服してから行きましょうかね。危ない。酸ヶ湯はどっちの方でしたかね。八甲田山だとしたら、どっちだっけ。北岳、南岳、ちょっと離れてますよね。よっと。国増は田沢湖どこだっけ。国増ってどこでしたっけ。さかなクンさんのあれは五所川原は津軽に入りますか。うん、バテ。あ、田沢湖、スキャズレ。あったかいものはないな。スカユー、これ放送できないですね。あったかいものないな。12番目。ここはあったかいものは、もう寒い時期だからあったかいもあってもいいじゃないですか。ないな、ないな。まだか。お通し物あんまり見ないですね。キングサーモン。お、観光バスの最終便かなこれ。観光バスじゃなくて JR バス。ツアーか。ん？あ、これは？もっとないですね。まあ、水がありゃ今湯沸かせるけど。300、深いな。やった。体力、できるだけ疲れないように走るっていうところがコツだと思うんですよね。普段から運動してるわけじゃないんで。うん、
ちょっとトイレ借りてから返してきます。穴もとても痛くないですね。ていうか肛門は痛くならないですよ、サドルでは。なんかホモネタが重たいから肛門に結びつけたくなる気持ちはわからんでもないかな。じゃあさてさて、警備の時間が来ましたよ。警備の時間。今女性が通った時に肛門とか言いましたよ、私は。全くも。肛門叫んで、私が恥ずかしいのもあるし、さっきの人にトイレ出た瞬間に横で男が肛門とか叫んでたら嫌ですよね。という嫌な思いさせてしまったっていうのが嫌な気分です。よっと、不審者だよね。不審者ですよね。私の方が恥ずかしい。お前の方が。うん、なんと得。今日のことはもう。よし。うん。今日の良くないですよね。良くないよね。いいよと。皆さんいらっしゃいませ。今は、十和田湖っていうところにいます。今なんか肛門とかでコメントがあったから、私がそれに対して、訪問ネタで肛門に結びつけたくなる気持ちもわかるけどなって叫んだら、トイレから女性が出てきて大変気まずい思いでした。トイレは昼飯以外。トイレは道の駅で借りて以来ですかね。うん、つい口から独り言。何あの人。そうは吹きなさい。右側通行禁止は、まあ逆走は普通禁止ですよね。法律的にもともとそうだし。スペンさんらっしゃい。晩ご飯はですね、外に出ないので、うん、得得割引、得得、いやこのネタじゃないでしょ、ないでしょ、違うでしょ。で、この先ですね、バイパスと旧道があるんですけど、ん？何の人が通る？スクール水着って言ったらお姉さんが何もリアクションなしに、黙々と名刺を入っていて渡してくれたんで。というのは、入間岬の、萌え食堂の、とか言い方したら嫌がられるかな。青春星昆布の、無敵食堂ってとこで会ったことですね。ちょっと晴れてきたな。人気がないところだね。まあこの時間ですからね、土産物屋さんも全部閉まっちゃってたし、観光バスももう今一台通っただけだし。白い目で渡してくれたんですね。白い目で、ホワイトアイで。で、予定ルートでは旧道通るようにしてましたけど、うん、もうなんか暗くなってしまうんで、
あと寒くなってきてるんで、日暮れはもうすぐです。あと5分か10分か。なのでバイパス通っていきます。どうせ車なんて多くないし、旧道の方だとアップダウンがあって湖沿いなんですよね。宿にフロアあると思いますよ。このライトかなりいいですけど、でかいです、重いです。今この照らしてるの見えますかね。湖面に沈む夕日、湖面には沈まないです、外輪山があるから。湖面に沈むって水平線じゃないとダメなんじゃないですか。水平線が見えるほどでかい湖じゃないと。真っ暗ですね。だからバイパスで最短距離で行きます。リアはフラッシュライト、今回持ってくるの忘れたんで、バッグのリフレクターだけです。で、何がどこだって気をつけます。もう暗くなるんですよ、すでに暗いけど。ん？琵琶湖？ああ、琵琶湖ってあれ夕日が沈むほどでかいんでしたっけ。水平線見えるんですかあれ。あ、そっか、延長できてないな、これは。寒いから戸和田湖に入っちゃダメだ。うん、寒いから戸和田湖に入って、出たら暖かいとかはないです。延長できてないですね。なんで？まあいいや、手動延長。バイパスって途中トンネル怖いな。バイパス、あ、トンネルあるんですかあれ。なんか変なプロフィールマップになってると思ったらトンネルか。で、これです、私のライト。気づいた。あ、今3分前ってコメ、あの自動コメントが流れたんで。やった。決して私が物覚えがいいわけじゃなくて、今日は宿泊まりです。この気温で野宿はどうだろう。やっぱ寒いかな。今このウィンドブレ、あの半袖ジャージにウィンドブレーカー羽織っててもちょっと寒いです。短パンですけどね。照射範囲はですね、四角くて遠方の方を強く照らすようになってるんで、あと正面より上はなんていうか、上方向に向かって途中からカットされてるんで、減圧効果が抑えられてていいみたいなんですよ。対向車とか対向する人に迷惑かかりにくい。クマが添い寝してくれます。4000でしたっけこれ。で、結構本当は熱くなるらしいんですけど、私はそこまで連続して使ったことないな。あと AC アダプターがあれば中に電池入れたまま充電できるらしいんで、このライト、あ、カーブに対応するためには頭につけるライト必要ですね。トンネル2キロマジでそんななのか。十和田湖周辺の B&B の宿にジャランで予約してます。何がどこって。で、ジャランの予約ちゃんとできてんだろうな。猫目です。フラッシュ前、早く焦げや。こんだけ一生懸命漕いでるのに、なんで早く焦げやとか言わなきゃいけない、もういいや。言わなきゃいけ、言わ、言われなきゃいけないんですか。だ。こんなに息切らして、ひしこいて走ってんのに。予約確認のメールが来た。確認のメールはすぐ届きました。自動応答みたいなんで。八戸11度、あ、低いですね。明日からっていうか今晩あたりから寒いのかな。だいぶ安い、安いかな。あ、そうそう、自動応答、応答じゃなく応答。早焦げ、そういう、そういうネタとしてやろうとしてんのかな。私がそのノリが悪いだけなのかな。確認メール、あ、そうですか。じゃあちょっと見てみようかな。iPhone でメールチェック。九州まで来たらってどういうことですかそれ。バックパッカーズ予約確認。
本メールは自動的に配信しています。しか来てないですね。取れなかったんじゃなくて、じゃらん上で取ったんですけど、急いで。この後宿から来るとか書いてないけどな。こう。現地決済。特になんか、後ほど。ここまで来たらもう電話も何もないと思うんですけどね。あ、でもライダーハウスに移るって可能性はあるかな。ですよね。してない。まあいいでしょう。行きましょう。テントがあれば最悪。それはなんとか。問題は、じゃらんで予約もできるけども、実は宿が空いてないとかいう。どうにか。だから宿の人さえいれば、じゃらんで予約したっていうことで、なんとか、救済措置あると思うんですよ。一番怖いのは宿に誰もいない状態。そういう場合ってどういう扱いになるんですかね、じゃらん的には。まあ大丈夫だと思うんだけどな。8月頃になんか、モニタリング中。キャンプ場か。今日風呂入れないと結構寒い思いするな。私は一日風呂に入れないと結構嫌な気分なので。でも今日はそれほど汗かかなかったかな。暗くなりましたね。青森、料金は現地払いです。従業員。キャンプ場ってどっちなんですかね。ダブルーキングあれ。あの時実は差額ちょっと払ったんですけどね。差額を抑えてもらっただけで。おはようございます。はい、よくだったら嫌だな。じゃらん城では確か8月ぐらいに、泊まりましたっていうのと、お泊まりありがとうございましたってやり取りがあったんで、とっくにやってないような宿ではないはずです。しかし、ここで本当に入る宿の当てがなくなってしまったらえらいことですね。まあでも他にも宿あるだろうし。野宿もやったって別に死にはしないだろうしな。ほら、こういうもん暗いです。湖の方はまだ少し明るいんですけど、木が生えてるんで。旧道沿い、あっちの方か。え、ライダーハウスもじゃあそっちにあるのか。どっかしら、そうですね。まあなんか問題があって本当に泊まれなかったらライダーハウスの方行ってみよう。その旧道の方って言ったらそんな離れてないですね。焦りまくったのは山陰の方だったじゃなかったですかね。秋吉台のあたり走ってて全く取れなくて、でカナダのさくらさんから大海旅館っていうところ、あの時は大海旅館だったかな、確か。っていうところを教えてもらって、で、取れたという。しかも、あそこの食事美味しかったな。おっと。お、うお、切れた。もうそろそろポタファイが電池切れした可能性はあるかな。おお、空気冷たい。ブレタレストハウスがある。この給油所も潰れてるのかな。ポタファイの状況は、ああ切れてる、電池切れだ。
もう日が暮れた。再接続に成功しましたっていうコメントが聞こえるまで前進。あ、37分だからもう枠終わるな。あれ、もうそろそろ繋がっていい頃なのに。見えてるのにな。ああ。あ、そこまで延長できてんのか。さあ、つながれ。あ、大丈夫かな。音声がたまに止まってるから本当怖い。再接続に成功しました。来た。接続。ちょっと赤い。電波悪いか。あれ、通った。はい、電池切れから、再接続できない状態です。進みます。ツイートはすんなりいったな。なんで。
あ、そうだ、今ここ出しとくか。エクスペリアは一旦充電すると電池持つな。もうすぐ旧道とバイパスの分岐点。迷うがたい。この左がバイパスのはずだけどな。違ったっけ。バイパスはそもそも、あれ？よくわからない。現在地。あ、この先かバイパスは。こことシリの地図が古くてバイパスが載ってないのかこれ。あれ道乗ってる。拡大しないと出ない道か。今気温出てたな。風速0メートル。気温 10.7 度。なかなか。
ここでもう一度音速チェック。電波悪くなさそうなのに、電波中か。あと一応放送する先と。トンネルなのかな、この先は。これからバイパスのトンネルに向かいます。写真つけて、これが右に行ったら旧道で、正面がバイパスか。おちょっとダメだ、斜めにすると。平地だな。やった。少し登り始めた。
あと500メートルぐらいでトンネル。立ちこぎ。そこにも GoPro3 が前も後ろも撮影中の今回 LED がついてるから若干役に立ってます。見えてきた。そんなない。もう一枚。この感じだと下りのトンネルかな。いや平坦かな。ほぼ平坦だな。で、あれ2キロじゃなかったっけ。1070m たす 70m で 1140m だ。歩道広いなこれ。GPS ロスト。Oh.
れまだ半分。しました。再接続を開始します。お出た。あとまだ少しあるな。6時になったな。なぜ観光バスか。ちょっと写真。路線バスじゃないよな。観光バスか。塩釜観光。乗客なし。国際工業グループ。ヒメマス山荘。再接続に成功しました。今頃か。じゃあここで一応ラスワーク取るか。今ここを出して、ワーク取り、
あんまり電波良くないっぽいな。再利用で。歩いてくる。手繋がらない。来た。遅いな。ちょいです。今ここ出てると思います。生存確認。来たけどまだ出た。こうしてこうして、よし来た。でやっぱりウェブカメラがなんかおかしいな。明るくしてコントラスト上げて、もうちょい明るく。こんばんは。よいしょ。こんなもん、こんなもん。もうちょいだな、こんなもんか。こんな感じか。うん、やだ、行きます。もうちょいで着きます。今バイパス越えて降りてきたとこで、ああ GPS がまた死んでやがる。いつ死んだ。GPS がまた死んでました。これファームアップとかないのかなって。ファームアップ何ももう改造してしまったから、これこのこれの不具合と付き合っていくしかないか。真っ暗でございますね。寒、さっき10度ぐらいになってましたね。でも今トンネル越えてきたんで、うたるべキャンプ場、じゃあさっき越えてきたとこかな。で多分この辺りなんでだと思うんですよ。バックパッカーズインはもうこの辺のはずなんだけどな。もう真っ暗だね。真っ暗でございます。ちょっと GPS 起動するまで。1万3000円カーナビっていうやつだとまた、んあれ、とはどこバックパッカーズで検索結果が出ないんだよな確か。ペパスイこの辺りだと思うんですよ。バックパッカーズもいらっしゃいませ。できてたと思うんですよ。一番怖いのは宿に行って電気がついてないこと。キャンプ地とする。多分寝られないことないと思うんですよね。GPS が起動しない。いらっしゃいませ。映像は今来てますかね。ちょっとちゃんと確認しなかったです。あ、来た。静止画になってる。あ、静止画ですか。来たロボさん、愛してるよ。いらっしゃいませ。看板があってもこの暗さじゃよく見えないな。閉店休業、8月にやってたから間違いないと思うんだけどな。今夜はバックパッカーズっていうところに、十和田湖バックパッカーズ。どこだ？カントリーロード、旅の宿カントリーロードっていうのがあって、シングル4500円。いや、ちょっとまだ宿の場所がよくわかんないんですよ。これも B&B なんだよな。多分この辺りのはず。お、いらっしゃいませ。もうちょい
右手ですよね。お昼たくさん食べましたね。肉を嫌ってほど。この看板かな。映像とわだこバックパッケージとかだったら怒るよ。バックパッカーズ、よしこれだ。ありました。電話した方が早いかも。いや、ありました。電気ついてます。よっしゃ。更新、あのここはあの電波あるみたいなんで。おお、すごいね。本当に2000円、シングル2000円、ツイン2500円、ブレックファスト400円と書いてある。だからあの外人の人が来てる可能性はありますね。うん、着きました。着きました。音声も遅れてるか。ふう、着いた。こんにちは。いや、予定外じゃないです。天気は曇ってますね。ツイッターありがとうございました。よいしょ。じゃあ最後にちょっと再接続して絵を見せたいんだけどな。じゃあデフォルト設定に戻して、ショートフォーカスにして、そうしてです。こんばんは。あの、一人でお願いしてた吉川です。ちょっと遅れました。あ、一人でお願いしてた吉川です。はい、あ、ちょっとあの、いろいろ持ってくるものがあるので。はい、お疲れ様です。よっと、じゃあ接続し直して、つながるかな。厳しいか。なあ、来ない。再接続できない。ああ、厄介だな。じゃあ誰か書いてくれることを期待して、再接続できなくなりました。点点点。宿には無事到着しましたので、放置になりますが、放送終了します。ありがとうございました。ございました。あと写真を撮って、よし、使う。じゃあ GoPro もこれで終わらせます。ありがとうございました。あ、今頃来た。これ言ってんのかな。なんか不気味。ではでは終わります。ありがとうござい、あ、こんばんは。したありがとうございました。では、じゃあ GoPro もお疲れ様でした。では GoPro 終わります。ありがとうございました。